はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のですね、ファナムチャンネルは朝鮮王朝の王様の9代とですね、10代についての内容を解説していきたいと思います。このチャンネルはですね、韓国の文化や歴史について解説したり、それから歴史的なですね、史跡を紹介したりしております。今日はですね、ソンジョン、それからヨンサン軍というですね、王様、こちらに書いてあります。ホワイトボードとですね、説明していきたいと思います。で、こちらにですね、生没年数書いてありますので、大体ですね、室町時代、日本で言えばですね、室町時代から、応仁の乱が起こった、そういう時代背景であったというふうに考えていただきたいと思います。即位はですね、1469年に、即位してるんですけども、実際はですね、このウィギョンセジャというですね、お父さんにあたる人が早く亡くなってしまっているので、12歳のですね、子供の時にですね、即位してしまうというようなところですね。ですので、このチョンギ王妃というですね、セジョの奥さんがですね、こちらの政治にですね、摂政という形で担当していきます。これをですね、韓国でスリョンチョンジョンというわけですね。それからですね、以前からずっとこの重鎮であったですね、ハンミョンヘイというです、こちらに漢字書いてありますけども、この人物がですもですね、こういった政治にですね、関わっていって、そして、補佐していくということです。で、政治になって以降ですね、こういった政策とかですね、いろんな編纂事業を行っていくんですけども、こういったところからですね、孫正のですね、この漢字になるって書いてますけども、そういう意味では、政治がですね、安定してですね、太平の時代であったと、韓国では太平盛代というですね、こういった漢字を書くんですけども、テッピョンソンデーですね、太平の時代だったというのがこの孫正の時代だったというわけですね。それから文化の黄金期であったということなんですね。この儒教をですね、とても重要視してですね、そして読書とかですね、学問、研究というものをさせるようにですね、していったということですね。こういった公文館というですね、ものを設けてですね、こういった詩が読書というですね、有給休暇というか、ヨガですね、ヨガをですね、この読書に当てて、そして休暇を与えてあったというようなですね、政策もしているわけです。何よりもこちらに書いている4つのですね、編纂事業が完成したというのがとても大きなですね、貢献であったとも言われていますね。一つはこの教国大典というですね、国のですね、法典をですね、しっかり編纂して完成させたというところですね。始まったのはですね、もう以前からずっとこの編纂事業はですね、行っていったんですけども、いよいよここで完成したと。それから東国四字寸乱というですね、こちらにちょっと漢字で書いてありますけども、この朝鮮のですね、地理についてですね、詳しく記されているというところですね。これはこの半島のその地図だけではなくてですね、島についてもですね、書いてありますので、今問題になっているですね、独島ですね、この竹島の位置とかですね、それから対馬についてもですね、書いてあるということですね。それから東国通館というですね、歴史書もですね、こちらに書いてある、こちらにですね、歴史書として編纂されています。これはですね、単軍朝鮮とかですね、ずっと下ってですね、そして、ギジャー朝鮮、今ウィマン朝鮮ですね、朝鮮そのこの時の朝鮮ではなくてですね、この三国時代の古代のですね、朝鮮についてからずっとですね、高麗時代までの歴史書として、編纂されたということですね。それから落書規範というですね、ちょっと一風変わったですね、ものもあるんですけども、これはですね、音楽ですね、楽譜をですね、しっかりですね、編纂したというところで、かなりその音楽に関してもですね、とてもこの力を入れていったというところで、文化ですね、黄金期という内容であります。こういったですね、本当にこの成したものですね、成就したものが大きいんですけども、しかしながらですね、後半に至ってはですね、たくさんの側室とかですね、を設けながらですね、
とても、この王宮の中でですね、王妃との揉め事ですね、そういったものがあったんですけども、実際にですね、正室がすぐに亡くなってしまったがゆえにですね、このペビユン氏というですね、こちらの漢字で書いてあるんですけども、セホン王妃ですね、この王妃がですね、とても綺麗だったっていうんですね。尊女もとても、とても可愛がって愛していたんですけども、自分が注目をされたいというですね、思いがとてもあってですね、たくさんの側室がいたがゆえに、尊女が他の王妃をですね、とてこの愛し可愛がるとですね、嫉妬心がですね、とても湧いてきてですね、ある時ですね、このとても嫉妬心がゆえにですね、この尊女の顔をですね、爪でですね、引っかいてしまうという事件があったわけですね。それでですね、この胤祀王妃ですね、太妃ですね、要するにこの尊女のですね、お母さんですね、お母さんが、とても怒ってですね、この姫をですね、ペビユン氏をですね、追放してしまうわけですね。追放して、そして、薬を試薬というですね、毒薬をですね、与えて、そして、死罪にしてしまうというようなところですね。で、この後ですね、結局この尊女は亡くなっていくんですけども、その後ですね、長男であったこのユンというですね、人物が、セジャですね、皇太子として候補に上がっていって、1494年にですね、即位をしていくんですけども、なんとですね、このユンはですね、小さい頃から、この自分のお母さんというものが、その毒薬によって殺されたということを知らないわけですね。そしてですね、このチョン・ヒョン・ワン王妃ですね、こちらに書いてある王妃が、実際の、お母さん、本当のお母さんじゃないんですけども、お母さんだと思ってですね、そして、過ごしていたということなんですね。しかしながら本当のお母さんじゃないので、ユンですね、このユンについては、それほどその愛情を、与えていなかったとも言われているんですね。それからですね、この先ほどの胤祀太妃ですね、この要するに尊女のお母さんですね、こちらから言うとおばあさんですね、おばあさんもユンに対してはですね、とても冷たく当たってですね、そして、たまにはですね、いじめもしたんじゃないかと言われるぐらいですね、とてもこの関係がですね、ギクシャクしていったわけですね。ですから、ユンはですね、幼い頃からそういった家庭環境の中でですね、育っていったがゆえに、愛情がですね、とてもこの受けることができなかったと、寂しい思いを掲げながら育っていくわけですね。しかしながら、この皇太子としての立場はですね、朝鮮はですね、勉強しなければいけないというですね、帝王学とかですね、儒学とかですね、そういった倫理の内容をですね、しっかりこう学んでいくことによって、後々の王様になっていくため その勉強しないといけないんですけども、それをとても嫌がったというんですね。で、ある時ですね、こういったその先生がとても厳しく叱ったので、それに対して、このユンはですね、恨みをですね、根に持ってですね、最後この王様になった後にですね、その先生を殺してしまうっていうんですね。1494年にですね、四三軍ですね、王様として即位をしていくんですけれども、この時からもですね、そこまでその王様としての、このなんていうんですかね、性格というよりはですね、とてもこの乱暴で。あってですね、そして勉学に対してもそこまでですね、関心がない、そういう、王様として即位をしてしまったということですね。で、ここで注目しないといけないのはですね、この王様になった後にですね、たくさんのその粛清ですね、こういった反対する人々をですね、殺していくというような事件がですね、起こっていくんですけども、これをですね、ちょっと漢字でここにサファ、シカという書いていますが、サファというんですね。これ2回のですね、ムオサファとカプチャサファというですね、2回のサファがあったんですけども、これは何かと言いますと、当時ですね、
この官僚がですね、サリン派と、しこちら漢字でシリンと書いていますけど、サリン派とですね、粉軍派というですね、まあ、粉軍派というのはもともといた官僚の派閥になったんですけども、まあ、これがちょっとこの対立するような形になっていてですね、どっちかというとこのサリン派はですね、原則主義なんですね。まあ、学問を中心とした、こう、なんていうんですかね、まあ、保守派であったわけですね。ですから、この四三軍に対してはとてもこの冷たいことを、まあ、言っていくわけですね。ですから四三軍はそれに対してとてもこの気分を悪くして、まあ、サリン派をですね、粛清していくと。これがですね、ムオサワなんですね。2回目のカプチャサワは何かと言いますと、これはですね、あるこの側近がですね、四三軍に、まあ、密告するわけです。何を密告するかというと、あなたのお母さんですね、ペビユン氏はですね、いたんだけども、実際はそのいろんなですね、この側近によって、薬によってですね、殺されたんだということですね、まあ、バラしてしまうわけですね。そうすることによって、この四三軍はもうとてもこの悲しんでですね、まあ、怒ってしまって、そしてこの、まあ、なんていうか、このペビウン氏をですね、殺した人物を全部探し出して、そして墓まで探し出してですね、そして粛清が行われていくと、これがですね、カプチャサワなんですね。まあ、これによってたくさんの、まあ、血が流されてですね、そして処罰されていくということで、まあ、一つの暴君であるというふうなんですね、まあ、この、まあ、噂が広まっていくですね、これが、まあ、これ民衆にも広がっていくということで、まあ、ハングルでですね、文字でですね、まあ、王様に対する批判を、まあ、こう書いていくわけですね。それをですね、見てですね、この四三軍は、ではハングルを全部禁止だということでですね、禁止してしまうわけですね。ハングルを使用禁止するということで、自分に対するその反発をですね、まあ、避けていくというようなところになってきます。まあ、しかしながら、こういったこのまあ、いろんな事件ですね、粛清なんかもですね、行われていったがゆえにですね、結局はクーデターが起こってですね、1506年にですね、この四三軍は漢和道に流されてですね、そして30歳の年で、まあ、死んでしまうということですね。まあ、後々ですね、まあ、王様はこの病号というですね、号をもらっていくわけですね。例えば祖先の祖とかですね、州というですね、もう例えばチョンですね、これソン・ジョンだったんですね。そういうものがこの死号として病号としてですね、与えられていくんですけども、しかしながら四三軍の場合は軍ですよね。ですから、まあ、王様のそういったこの資格というんですかね、そういうものよりもですね、軍という立場として、まあ、お墓として残されています。今ソウルにですね、これはあるということですね。はい、まあ、今日はですね、まあ、こういった流れなんですけども、まあ、本当にこの朝鮮王朝をですね、見るとですね、まあ、本当にドラマを、まあ、見ている、まあ、ドラマになってはいるんですけども、朝鮮のそのですね、王朝がですね、ドラマ化しやすいのはですね、まあ、こういった背景があるがゆえにというふうに考えることもできると思います。まあ、こういった背景を知るとですね、またドラマを見ることにおいてもですね、深くそして楽しめるんではないかというふうに思ったりしますし、まあ、私たちのこの生活にもですね、何か教訓としてですね、与えられる、まあ、そういう内容ではないかというふうに思ったりします。今日はですね、9代目10代目の王様についてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そしてこれからもご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。カムサハムニダ。